PKTV 裏日本シリーズ第5戦、中日ドラゴンズ対北海道日本ハムファイターズ。こんにちは、行力です。今日の PKTV はニコニコ生放送的なスタイルでお届けしていきたいと、すなわち皆さんのコメントもね、どんどん読んでいきたいと思います。2勝2敗で第5戦、先に王手をかけるのはドラゴンズかファイターズか。いきなり王手はチュニドラとかね、書かれてますけど、ドラゴンズ先発は涌井秀章です。ドラゴンズ移籍1年目、自己ワーストの13敗に終わってしまいましたが、ちょっと援護の少ないゲームもありましたからね。1番は松本剛、ここまで毎試合ヒット、15打数6安打、カーブを打っていたサードゴロです。ファイターズ、今日は2番には中島拓也です。このシーズン2番は毎回変わってますが、空振り三振。3番は清宮、ここシンカーで打ち取っていきました、サードゴロ。涌井の小屋進ですね、楽天時代の小山コーチに教わったという小屋進、小山慎一郎さんというと昔のドラゴンズドラフト1位ですよね。ファイターズ先発はロドリゲス、今年もずっと中継ぎだったんですが、来年から先発転向ということで、10月2日のオリックス戦でも4年ぶりの先発を経験しました。そのロドリゲスがこの大事な舞台での先発、あっという間に2アウトを取って、バッターは3番のカリステ、センターへ抜けていった。ツーアウトランナーは1塁です。そして4番のビシエド、昨日は 4-0 に終わりました。スタートきた、カリステ盗塁成功。いや、ドラゴンズがこのシリーズ本当によく走りますね。中日はそんなに走りません。ポストシーズンのための温存や、確かにそうなのかな。バッタービシエドは結局ショートゴロに倒れました。1回の裏、両チーム無得点です。2回、この回はバッター万波からインコースを使ってきました。サードは高橋周平、ワンアウト。そしてバッターはマルティネス、これもインコース、さすが涌井ですね。右バッターのインコースうまく使ってきます。そして加藤豪介、セカンドゴロ、スリーアウト。レギュラーシーズンの最後の登板の後、来年の課題は立ち上がりと言っていた涌井ですが、1、2回ピシャリです。2回の裏、細川からサードゴロ、バッターは高橋周平です。今日スタメンに入りましたが、センター前へ抜けていった。ワンアウトランナーは1塁。そしてこちらも3試合ぶりスタメンという木下拓哉です。この打球はショートゴロ正面、中島拓也、加藤豪介、一塁を当たってスリーアウト。2回の裏、ドラゴンズは0点です。ちょっとコメント欄見ましょうかね。日本シリーズを憧れるのはやめましょう。憧れないとダメですからね。2回終わって0対0、ゲームは3回に入ります。バッターは伏見からです。ショートカリステ、取って1回転、一塁送球アウト、ナイスプレー。カリパクってみんな書いてますけど、カリステですからね。実際カリステされた経験もちょっとありますけど、発したものを捨てられちゃったっていうね。さあ、乱視矯正ゴーグルを装着している江越大賀です。涌井もしっかりためを作ってね、投げてきてますが、フォアボール。ランナー1塁と出て、バッターはピッチャーのロドリゲス。スタート切っていった、盗塁成功。江越、ここは身体能力を見せます。いいダッシュから盗塁成功。得点圏のロドリゲス、さあセンターいい当たりだ、向こう向き岡林追いかけて、ファインプレー、よく取った岡林。ツーアウトランナー2塁で、バッターは松本剛、このシーズン絶好調。低め打っていった、センター前ヒット、2ランナーは3塁回った、ホームへ帰ってくる。松本剛先制タイムリーヒット。3回の表、ファイターズ1点先制。一気に江越が帰ってきました。フォアボールと盗塁のランナーをね、うまく生かしていきました。続く中島拓也は打ち上げてショートフライ。しかしファイターズが今日も先制点、3回の表1点を先制です。3回の裏、追いかけるドラゴンズ、バッターは龍空から高く打ち上げています。レフトフライ。ピッチャーの涌井です。右方向ちょっとこれ詰まりました。セカンド加藤豪介からツーアウト、バッター岡林です。ちょっとこれも詰まったか、センター前に出てくる、江越キャッチ。三者凡退に抑えましたピッチャーのロドリゲス。中盤の4回に入ります。この回は清宮からストレート打ち上げています。ファーストビシエルのフライ、ワンアウト。バッターは万波、変化球空振り三振。ツーアウトランナーなしでバッターマルティネス、センター前抜けた。昨日も5打数4安打と、あとスリーベース出ればサイクルという感じの活躍だったマルティネス。加藤豪介も続きます。ツーアウトから2連打。さあチャンスでバッター伏見、右方向ライトをかける細川、足が止まって取りました。ここは涌井秀明、ピンチをしのいでいます。4回の裏、ロドリゲスのピッチングです。3回までは2安打無失点というロドリゲス。加藤さん、はい、そのロドリゲスについて立山ピッチングコーチですが、ブルペンでは良くもなかったし緊張もしてたんだけども、ゲームに入ったら立て直し投げていると、最後の先発の時よりもコントロールがいいので、うまくボールを動かしながらこれからも抑えていってもらいたい、イニングいけるところまでですと語っていました。ナイスピッチングのロドリゲス。4回の裏三者凡退です。5回に入ります。この回はバッターは江越大賀から、いい当たりだ、レフトを襲っていく大島、追いかけて頭の上を越えました。江越がツーベース、先発の起用に応えますね。江越ノーアウトランナー有利、バントの構えロドリゲス、小フライ、バント失敗です。打席は先ほどタイムリーヒットの松本剛。加藤さん、はい、打ったのはストレート、なんとかヒットを打ちたいと思って打席に入りました。まだ序盤なので少しでもピッチャーを楽にできるように追加点を取っていきたいですと話してくれました。この打球はライト前、ランナー三塁ストップ。タイムリーとはなりませんでしたがチャンスを広げました。そしてバッターは中島拓也。ボール先行の涌井です。2ボール1ストライク、足元、ピッチャーゴロになった。2塁アウト、1塁でストアウト。涌井が好フィールディング、いやーすごい。ダブルプレーでこのピンチをしのぎました。5回の表、ファイターズ無得点です。5回の裏のドラゴンズの攻撃は細川から、さあ歓声も上がった中向こう向きでしたが江越がこちらを向いて取っています。バッターは高橋周平、引っ張り込んでいきましたがファーストゴロ。打席は木下拓也、ちょっと詰まってセカンドゴロ。三者凡退、好投が続くピッチャーのロドリゲス。試合は6回です。ドラゴンズはピッチャー交代、涌井から斎藤幸喜へ。涌井は5回1失点、次の回涌井に打順回ってくるんですけども、この回先頭の清宮、打球がレフトを襲っていった。大島の頭の上を越えてツーベースヒット。いきなり斎藤幸喜二塁打、長打を打たれました。先頭に長打を打たれてバッター万波、昨日の第4戦でも2イニング1失点投げたばかりという斎藤幸喜。ここはショートゴロ、ランナーそのまま。その1失点はこのマルティネスのソロホームランでした。センター抜けていく、2ランナーは3塁回ってストップ。ランナー1、3塁、チャンスで加藤豪介、先ほどもヒットはなっています。加藤豪介、ボール先行の斎藤、なんとか 3-2 まで持ってきた。追加点のチャンス、ファイターズ足元破っていきました。3塁ランナーホームイン、加藤豪介、この裏日本シリーズ初打点。追加点で日本ハムが2対0とリードを広げます。さらにランナー2塁1塁、バッターは伏見、レフトへいい当たりがちょっと詰まったか、レフトフライ。2アウトに変わります。バッターは代打ハンソンです。第3戦ではタイムリーツーベース。緩い球うまく持っていった、レフト前ヒット、満塁です。満塁となりました。ここでドラゴンズたまらず祖父江をマウンドへ。第2戦ではサイニングセーブもあった祖父江。そしてファイターズはそのままピッチャーロドリゲスを打席に送りましたがセカンドゴロ。もう一押しはなりませんでしたファイターズ。しかし6回の表、ファイターズ加藤豪介タイムリーヒット、1点追加、2対0に変わっています。ハンソンがセカンドへ、セカンドの加藤豪介がセンターへ回っています。代打の石川昂弥から始まります。完全に詰まらされました。ショートゴロ、代打攻勢、今度は福永、9番ピッチャーの打順で福永起用です。フルカウントから打った、レフトへ下がっていく、松本剛見上げてフェンス手前だ、ワンバウンド、代打福永ツーベースヒット。さあワンアウト二塁、反撃かドラゴンズ、バッター岡林、サードゴロちょっと詰まった。ただここでバッターは4試合ここまで全て打点を挙げている大島洋平、低め打ったセンターへ高くありました。ただ加藤の足が止まった、スリーアウト。得点圏でランナーを返せませんでしたドラゴンズ。ゲームは7回に移ります。ピッチャーは田嶋です。8月23日に登録抹消されて以来3ヶ月ぶりの1軍登板。バッター松本剛右方向ファーストライナー、中島拓也もサードゴロショートバウンドで取っています。ツーアウト、清宮これもサードガーッと抜けていった、レフト前ヒット、ツーアウトランナー一塁、バッターボックスは万波、今日はまだノーヒット、ここ2試合復調傾向、ただホームランはありません。低め打ったセンターへ、もう足が止まってる岡林、センターフライでスリーアウト。まだホームランがこのシリーズないだけにコメント欄見ますとね、万波でなく百波だとかコメント欄書いてありますね。さあロドリゲス、先頭バッターも打ち取って、バッター今度はビシエド、ビシエドもセカンドゴロ、カリステビシエド倒れ、バッター細川これも内野ゴロ、この回三者凡退全て内野ゴロに打ち取っていますピッチャーのマウイテです。7回無失点の好投が続いています。8回のドラゴンズ、ピッチャーはマイケル・フェリス、これで3試合連続登板、マイケルではなく毎日フェリスになってますね。マルティネス打ち上げています。コメント欄には女学院2期のピッチング楽しみとか書いてあります。加藤豪介です。先ほどのタイムリーですが、僕は8軍から上がってきました、どこでも自分のプレーをするだけと話していました。ショートフライ、ツーアウトから伏見はどん詰まり、今度は前に出てきたカリステ、スリーアウト。ナイスピッチングを見せました女学院2期フェリス。8回の表0点です。8回の裏代打宇佐美が起用されました。引っ張っていったファウル、逆方向へショート、これは追いついた中島拓也、アウトです。ファインプレー中島、バッター木下拓也右方向はファーストゴロ。そういえば先日ホームラン打った時はお子さんがね、四つ葉のクローバーを見つけてきてくれたという木下拓也ですが、今日はなんかどんぐり拾ってきたどんぐりをユニフォームのポケットの中に入れてるそうですよ。まあここはね内野ゴロでしたが、バッター石川拓也どんぐり、あといやどん詰まりセカンドゴロ、スリーアウト。この回も内野ゴロ3つ、三者凡退。いよいよゲームは9回です。セカンドに村松が、セカンドを守っていた石川昂弥がサードへ回っています。この回先頭ハンソン見逃し三振、フェリスは続投、そしてロドリゲス打席にそのまま立ちました。9回目やっぱり行くんですね。ここはフォアボール、松本剛空振り三振、ツーアウトランナーは一塁、打席は中島拓也、センターへうまく打ったが岡林取りました、アウト。さあいよいよゲームは9回の裏に入ります。ファイターズ先発ロドリゲス、来日初完封はあるのか。セカンドに守備固め山田遥が入りました。ドラゴンズは2点を追いかけて9回の裏は鵜飼航介から、いい当たりだ、右中間ライナーが襲っている、完全に破ったツーベースヒット、先頭バッターしかも長打、ノーアウトランナー二塁。そして新庄監督はすかさず守護神田中正義をマウンドへ、ロドリゲスの初完封はならず。バッターは岡林、低めまずは見極めていきます。2年連続の最多安打タイトルこそなりませんでしたが、昨シーズンを上回る163安打を放った岡林、チャンスを広げていきたい。田中正義、ボールが先行します。スリーボールワンストライク、バッティングチャンス、逆方向へ流し打った。ランナー一塁三塁、ドラゴンズ同点のランナーも一塁へ。そしてバッターボックスは大活躍のこのシリーズ大島洋平、一ランナースタート、盗塁成功。ここで思い切って走ってきました。ランナー二塁三塁、一打同点のチャンスです。低めしっかり見ていきました大島。シリーズ4試合で2ホーマー6打点。マウンドは守護神田中正義。ここもフルカウント、低めフォアボールです。満塁。そして3番のカリステ、ちょっとストライク入りません。田中正義、これもボールだ。冷静に見極めていますカリステ。低め空振り、ここは思い切ってきました。サヨナラのチャンス。なんとか田中正義も 2-2 カウントを作ってきました。低めダイレクトへ、左へファウルボール。満塁。カリステ見送ってフルカウント。さあ苦しくなった田中正義、低めダイレクトへ、下がっていく、下がった松本剛、頭の上を越えました。二ランナーも帰って同点。そして一ランナーが三塁回った、ホームへ帰ってきました。サヨナラタイムリーツーベースヒット。裏日本シリーズ第5戦、ドラゴンズカリステの逆転サヨナラタイムリーツーベースヒット。これで3敗2勝となったファイターズ、裏日本シリーズ連覇に王手をかけました。放送席、今日のヒーローは投打のヒーローにお越しいただきました。まずはフェイス投手、ナイスピッチングでした。グラシャス。インタビューの途中ですが、この後の模様はミスターサースデーでお伝えします。